君が一番プロデュースしたいキャラを教えてくれるかい？キャラメルコップポン。俺の名前はトール。突然だが、現在の日本国内のスマホゲームは1兆円市場であると言われているんだけど、数多くのゲームタイトルが並ぶ中、みんなは女性向けゲームと呼ばれるジャンルがあるのは知ってるかな？ A3、アイドリッシュセブン、アイドルマスター、サイド M といった有名なタイトルをみんなも一度は耳にしたことがあるんじゃないかな。ハッピーエレメンツ株式会社が運営するスマホ向け男性アイドル育成プロデュースゲームアンサンブルスターズは、そんな女性向けスマホゲームタイトルの一つとして2015年春にリリースされた。アイドル養成学校を舞台に新たに設立されたプロデュース科へ初の女子生徒として転入してきた主人公が、個性豊かなアイドルたちをプロデュースしていくといった内容のゲームだ。ストーリーを読み進めながら、イベントやスカウトで入手したカードを育成して、お気に入りのアイドルと絆を深めていくのがゲームの流れだ。ストーリー上、主人公が最初にプロデュースするユニットは、トリックスター、明星すばる、日高北斗、結城誠、伊皿真央の4人のユニットだ。彼らは2年生だけで構成されており、メインストーリーでは、主人公と共に学院の改革に挑む革命児たちである。他にも、数々の魅力的なユニットが存在する。その一例をご紹介しよう。フィーネ、天翔院 H、姫宮桃李、伏見ゆずる、響き渡るの4人のユニットだ。常に勝利を収めてきた夢の咲学院最強ユニットであり、ストーリー序盤ではトリックスターのライバル的な存在である。ナイツ、月永レオ、瀬名泉、鳴上嵐、周防司、佐久間律の5人のユニットだ。個人のパフォーマンス能力がそれぞれ高く、騎士の名に恥じない優美かつ華麗なパフォーマンスで観客を魅了してくれる。アンデッド、佐久間玲、博士薫、大神光雅、音狩りアドニスの4人のユニットだ。正統派アイドルとは一線を画す独特の雰囲気で、野獣系ユニットというキャッチフレーズ通りの過激で背徳的なパフォーマンスを得意とする。他にも数多くの魅力的なアイドルとユニットが存在し、それぞれ唯一無二の個性を持ち、星のような輝きを放っている。この魅力的なキャラクターたちには、多くの豪華声優陣が起用され、美麗なキャラクターイラストも作品の人気を支えている。アンサンブルスターズは、リリース開始直後から多くの女性ユーザーの支持を集め、つるのたけしといった芸能人たちがアンサンブルスターズにハマったことでも話題になった。2015年の4月の配信から約半年で100万ダウンロード突破。2016年9月に発表されたアップストアセールスランキングでは、モンストやパズドラといった大手人気アプリを抑えて1位を獲得。女性向けゲームがアップストアのセールスランキングで1位を取ることは非常に珍しく、アンスタの人気の高さを証明した。アンスタにはメインストーリーとそれぞれのキャラクターやユニットに焦点を当てたイベントストーリーが存在していて、メインシナリオライター、アキラやサブシナリオライター、結城よしのによるボリュームのあるシナリオにも定評がある。また、ゲームに使用される楽曲はユニットソングやソロ曲も合わせて130曲以上、Only Your Stars、リベリオンスターといった王道アイドルソングから和風、エレクトロ系、ビジュアル系と個性豊かな楽曲がリリースされている。そして、アンサンブルスターズの魅力は、ゲームだけにとどまらない。小説、コミカライズ、アニメ放送、そして 2.5 次元舞台と、いくつものメディアミックスで成功を収めている。2019年以降、アンサンブルスターズは、新章へと突入。2020年3月から、2つのゲームが新体制でリリースされた。アンサンブルスターズベーシック、こちらは、今までのゲームスタイルを引き継いでいる。アンサンブルスターズミュージック、ゲーム性を強化して、音楽ゲームとしてスタートした。 3D のキャラが楽曲に合わせて動くライブ演出も好評だ。新キャラや新ユニットも増えてファンを魅了し続けるアンサンブルスターズ。新章アプリの事前登録者数も70万人を突破し、ますます好調だ。輝く星々の快進撃はこれからも止まらない。みんな見てくれてありがとう。動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくね。ベル通知ボタンも押しておくと動画がアップされた時すぐにわかるから押しといてね。次の動画もお楽しみに。